サンチャース、アマグリ、コブショウ君、ザック、サンチャックでーす。新しいですね。嫌いじゃないよ、そういうの。これね、3人で声合わす時のね、基準として私がこう着地したのと同時にサンチャークでーすって言おうっていう風にしてんだけど、うん、今回フェイントかけてみました。引っかからなかったね。こういうパターンもあるよね。あ、今後出てくるかもしれない。おーサンチャークでーすみたいな。難しい。今後いいね、ちょっとそれやってくわ時々、うん、ということで今回久々に建築企画ということで建築バトルやっていきましょうか。お願いします。もう建築バトルはね、もう何回もやってるから特に言うことないと思うんだけど、うん、まあ改めて一応ルールを確認しとくと、はい、テーマが決められるので、そのテーマに沿ったものを1時間もう自由に建築してください。これだけ。オッケー。これだけってなってくると、一番皆さんが気になるのはね、米商の髪の色だよね多分。今更リアルの米ショーの髪の色がすごい色をしてるっていうところに多分みんな気になってると思うんだけど、今リアルの話おかでもね、あの写真とか出さなきゃいけなくなるだろうこれ編集で。あ、でもごめんなさい、みんな、皆さんごめんなさい、今多分みんながねこの話聞いて一番気になってるそこだと思うんだけど、うん、ちょっとテーマ発表行かせてもらいます。なんなのこのくだりは。俺だけが損するくだりなんですよ。で、テーマ、3人で行きたいところを建築しよう。イエーイ。マジで米ショーの髪とか一切関係なかった。今ちょっとね、世界はなかなか旅行とか行きにくいご時世ですけれども、ね、はいはいはい、でもやっぱりね、それが明けた頃には私たち3人でどっか行きたいなっていう思いは3人とも抱えてるわけじゃん、うん、で今回は3人それぞれ思い思いの3人でここ行ったら楽しいだろうなっていうところを建築で表現しようっていうことで、おー、いいですね、やっていきたいと思います。いっぱいあるよそんな。いっぱいあるけどね、ほんとどこにしようかなっていう、いやでもまず好きな1候補だから俺結構簡単かもしれんわ。丸書いて終わりだわ。まあでも月ならいけんじゃね。まあ 5,6 本動画出せば1回ぐらいはいけそう。どういう単価してんの。80億再生とか。ああならいけるわ。皆さんじゃあぜひぜひね、サンチャンクが80億再生で月から生配信みたいなことできるように、うん、今のうちにチャンネル登録と高評価と友達に共有の方お願いします。なんかね、最近思うんだけどね、やっぱコメントを残してくれる人ね毎回嬉しいんでね、コメントしてくれると嬉しいです。はい、というわけでじゃあ建築していこう、サンチャンク。よし、じゃあいきます、スタート。 OK、はい、今日はちょっとね、俺新しいスタイルに挑戦してみようと思うんだよね、うん。おー、今日はっていうか毎回新しいスタイル挑戦してるね、コメショー。いいことよ、めちゃめちゃ。まあやったことないから大体が新しいスタイルになるんだけどね。そういうことか。そっか、そもそもいつものスタイルが存在しないもんね。そう、うん、大体やった何もやったことねえから基本的に新しいんだ。じゃあなんか毎回さ、うん、今回は新しいこと挑戦しますみたいに言うなよ。いや嘘ついてねえんだよ別に。いいだろ。嘘はついてないけどそれ、うん、どうしよっかな。でも行きたいとこはもう決まった。私個人的に結構好きなとこなんよね。北海道やん、もう絶対それ。いや北海道はめちゃめちゃ好きだけど違うよ、ちゃんと旅行っていう観点で考えてる今回は。北海道のさ、良さが飯がうまいぐらいしか、その旅行っていうところで考えると飯がうまいぐらいしか思いつかないよ。なんか結構ね、道外の人が旅行に来てどこをおすすめって言われても分かんないんだよね。どこが他の県と違うのか分からん。ないんじゃない、じゃあ。いやでも来た人はみんな感動して帰ってくよ。それはな、その北海道民の前でなんか感動せずしないまま帰れるわけにもいかないしな。いや全員その後北海道に移住してる。あ、そうなんだ。ちゃんと集まりやすさも考えてるから私は。現実的なところ攻めてるよ。え、2人は？いや俺はめっちゃ現実的だけど、まあ、俺行きたいんだけど正直2人はあんまり乗り気じゃなさそうな感じかな。あのあれか、ん、お金を払って女の人とお酒を飲みに行くあの場所か。いやいやいや、僕は仲のいい友達と一緒に飲むのが好きです、うん、あーよかった。まあでもそれもまあ別にね、好きなら好きだよね、うん、まあいいと思うし別に、うん、いいと思う全然。お金の使い方はまあただ人に強要したりとかさ、無理やり連れてったりとかしなければすごくいい趣味だとは思うからね。で俺さ、 YouTube やってさ、すごい人間的に良かったなと思うところがあるんだけど、うん、なんかね、いやそれはあの次回
なんでやねん言わない。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。いいだろ別に。いや気になるじゃん、こうやってやったらみんな気になるじゃん。言わせてや。いいよ言っていいよ。いやなんかさ、シンプルにもう変なやつが多すぎて、コメント欄とかに価値観にめっちゃ寛容になった。なんかああいやこれはこうだろとか、これはこうだろとか、ツイッターとかでもずーっとみんな喧嘩してるから。いるね。うん、よくないかそいつが楽しければって思いながら見た。でも YouTuber そういう人多いよね、なんか、うん、てかそういう人じゃないと多分 YouTuber 続けていけないんじゃないかな。そうマジメンタルぶっ壊れるよマジで。価値観の違いに関しては、あこういう人もいるんだなーって思って見てる。サンチャンク、ちょっと自然要素取り入れてんのね俺。ほうでね、ルザックンやっぱりねうまい、本当に自然。うわやった、うん、ちょっとね自分で今初めて作ってみてね、難しいわ結構。あーじゃあ米賞のその今回作った建築は次回動画でね発表するので、皆さんぜひぜひチャンネル登録の方お願いします。お前編集者俺になった時全部お前次回にするからな、甘栗の視点は次の動画でみたいな。これいじめじゃんもう。やめろ。グループ内いじめじゃんそれ。サンチャンク、でもう5分経ってるよ。え5分しか経ってないのまだ。まあ、いやお前編集で今ので5分ってことにすんだから。はい出ましたサンチャンクの闇。ごめんあまぐりこん殴らないでごめん。編集で5分ってことよお前言うんじゃねえよ余計なこと。はいすいません。泣いちゃダメだ泣いちゃダメだ。腕一本いっとく。でかくないですか代償。過去に行ってよかったなっていうところどこ。あそんな急に年取る。おっさんの返しなんだけどそれ。もうさもう60歳ぐらいの人がさ若者に過去に行ってよかったところとかってありますみたいな感じで。ああそれぴったりそれ。いや平安京かねえ。わあジジイだ。私は好きだけど。はい出ました。私は平安京好きだけど。魔法の言葉私は好きだけど。全ての人間に配慮してるという錯覚を与える。結構私建築好きだからさ、うん、東海って結構城あるんよ。あ城好きってガチで言ってたもんね。うん、だから東海とかはそれこそ愛知とかはねいっぱいお城があって結構好きかもしんない。ただ大阪も好きなんよね。うん、粉もん好きで大阪も大阪で寺とか神社とかいっぱいあるから、はいはいはい、日本の建築いっぱい見れるんだよ大阪っていうか京都ね。京都大阪あたり旅行で行くって言ったら大体セットで行くじゃん。うんうんうん、京都大阪も好きなんよね。あと USJ の方がディズニーよりちょっと好きっていう。どっちもめっちゃ好きだけど僅差で USJ の方が好きなんよね。 USJ おもろいよなシンプルに。うん、ごめんどっちか今 USJ 作ってたらごめん。ちょっとなんかその波動感じたんだけど。いやさすがにそれはないよ。あよかった。やべ全部作り直さないと。USJ でもなんか結構酔いやすい人とかだと乗るの少ないみたいなところあったりするのかもしれないけど、私は逆になんか絶叫マシーン大好きだし映像とリンクしたやつとかめっちゃ好きだから、ああいうのがやっぱディズニー、もうディズニーはなんか歩いて楽しむって感じで乗り物は USJ の方が好きかなって感じがして。絶叫いけるのはマグリ大好きだよ。絶叫俺結構ねあんまり好きじゃないんだよね。あ、全国の絶叫好きに今鼻で笑われました。絶叫好きだけどな、俺は。強がんね。え、だからコメンション、そういうことだよ。別に苦手なものを苦手っていうのは悪いことじゃないよ。さあ、受け止めてくれるわけね、俺の嫌いも。そう。マグリあんま好きじゃねえんだよな、俺。それは受け止めるけど。それを受け止めた上で私が出す結論に何も異議申し立てできないからな。言ったからな。はい。サンジャック解散します。はい。もうちょっとで半分ぐらいだけど。どう？やばいかもしれない今回。やばい？ちょっとやばいかも。おお。ダメなんだ今日も。
ごめん間違った嫌な間違った間違ったひどくないですか。いやこれはこれはカットだわ。カットじゃねえよ別に何お前都合のいいとこ使おうとしてんだいや違ういつもだってさ毎回さ、うん、今回やばいかもって毎回言うじゃん。言わんよ俺別に今回やばいかも言ってるよね。エルザップ言ってない。でも自信あった回もあったよね。でも自信あった回もあったけどさ、なんかどっちも言ってるイメージある。一つの動画で、うん、いや今回マジでいけるかもって言ってると思ったら数秒後に今回マジでやばいなって言ってるイメージある。ただ俺が動画として頑張ってるだけじゃねそれただ YouTuber として俺が真剣に頑張ってるだけじゃないですかそれは。頑張りか何やそのとぼけたみたいな。頑張りか頑張りかそうか本当に行きたいところを作ってたらすげえしょぼい。あーなるほど。そもそもその建築映えとかじゃなくてガチで行きたいとこ作ったから題材自体があまり建築映えするものではないと。そこで何をしたい。あーなんか分からない程度に話して。何をしたいっていうか、うん、俺の場合はここにいるだけでもういい普通に。ああ。流行りかもしれない普通に。当てないでほしいな普通に。当たりそうだ。当たりそうかじゃあ言わないとか、うん。自然って言ってたもんな。自然で流行り？あ、あ、分かった。あ、分かっちゃった。俺分かっちゃったんだよな。ごめん、分かっちゃった。やめて、もう言わなければよかった。エルザピはヒント。ヒント？好きなものが美味しいのと、普通に観光するにあたって好きな要素もあるっていう。おお、地元愛か？全然分かんないな今の。エルザピたこ焼き好きそうだからな。私はいやここ何を食べるか言っちゃったらあれだけど、うん、何かを食べて酒を飲みたい。そこで普通にでも歩いたりとかもできる感じできればさ、これ自分でお題言わずに当ててもらいたいよね。建築だけ見てあーあーどこどこねって言ってもらいたいよね。はい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 、はい、確かに。ある程度表現力ないと気づいてもらえないからな。それこそマジでえ何これどここれってなんの結構恐怖かもしれない怖っ。マイクラってむずいよな。奥が深いですわ。奥深奥深。JK の流行り狙ってる。奥深流行ったすげえよ。それすなわち奥深ってこと？あ絶対流行らんわ。3人で流行りそうな言葉考えよう。サンチャース流行ったらえぐいよな。絶対ないけど。レイツ気をつけー。レイサンチャース。国レベル義務教育レベルで浸透してんの？うん。義務教育レベルでの浸透を狙うか。サンチャンク。というわけで終了。あいよ。くっそ私はちょっと無念って感じ。いや俺もまあちょっと全然自分の実力過信してたわ。うん私も自分の実力過信してた。じゃあコメショーのから見ていく。そうやね、うん、今日は俺からで頼むわ。正直でも私コメショーの当てれてる気がするんだよな。あー何私タイトルコールしながら振り向いていい。じゃあ俺の建築全然作ってもないやつがタイトルコールして。うん私多分合ってるから、うん、だから行くよじゃあ、うん、じゃあコメショーさんの3人で行きたい建築はこちらです。グランピングです。でで あーまあまあちょっと、ね、うまいかすってるぐらい。でもうまいじゃん。え、まあ大きく外れてはなかったの。うん、え、キャンプ？そう、キャンプなんだよ。キャンプか。いいね。めちゃめちゃいいじゃん。まあ、キャンプ行きたかったんだけど。いや、木うまいじゃん。キャンプってさ、自然あってのものやん。うん、うん、うんうん。だから、なんか大してね、なんか特徴出せなかったんだよね、今回。ああ。めっちゃいい。うまいよ。めっちゃ好き。本当に？うん、めちゃめちゃうまいよ。いや、米商だから基準が。その自分で目指したいところが多分高くなってんだよ。いや最初の頃これ作ってたら多分コメショ自信満々で言ってたと思うよ。そうかな。うん、すごいうまいよ。すごい地面とかめっちゃいいこれ。うん、いやてか木の形がバランスいい。それ木ももうちょっと木をもうちょっとこっからねなんかいろいろ凝っていきたかったんだけど。うん。シンプルにねこのキャンプ用品的なものをいっぱいなんかちょっと置きたいなと思ったけど俺キャンプそんな行ったことないから あのキャンプ用品何がいるのか分かんなくてとりあえず焚き火必須やなと思ってこんな風な感じ、うんうんうん、えいいじゃんめっちゃ本当、すごいキャンプは行きたい本当に私も、うん、キャンプ行きたいんだよね、うん、いやいいと思うよ本当に全体的に、うん、うん
あの構図もまとまってる。なんかこう見た時に、なんかテントと木の配置とかキャンプファイヤーの配置もまとまってて、普通めちゃめちゃいいと思うよ。ね、マジで。なんか思ったより良かったよ。みんなの評価ありがとう。いやめっちゃいいと思う。っていう風な米将軍作品でした。うん、いや建築ってバランスが一番大事だから、大きいとか細かい装飾とかよりもバランスが一番大事だから、そういう意味で見たらめちゃめちゃバランスいい。全体的に。え、行ってくれる、うん、みんなキャンプ。え、行きたい行きたい行きたい。もうじゃあ行こうぜみんなまた、うん。というわけで本日の私の企画キャンプでございました。え、次どうしよう。え、じゃない？バンスメモすんの忘れた。あ、じゃあ俺行こうか。じゃあ次。ん？え？俺行こうか。というわけでじゃあ続いてが米翔さんの作品です。こちらで。当てれる、当てれるでしょ。バランスがいいよね、バランスが。でさ、これさ、テントとかさ、もういいや。じゃあ、ルザピの建築。これはね、正直全く予想できてないんだけど、そう、でも大阪関係かなって、なんか思って、関西かなって思ってる、ちょっと。なるほど。まったく予想がつかないが、うん、まあ、何かと言われたら、普通に。あの山やば YouTube 何年目というわけでルザピの建築どうぞだーうえすげえうまわかる。これは北海道の雪祭りを表現してるから北海道か。正解。うま北海道。やっぱソフトクリームと牧場的なところ。本当だ。おー、本当は北海道分かりやすいね。北海道行きたかったんだ。そう、北海道のさ、ソフトクリーム美味しいって聞くから行きたいな。美味しいよ。なんと空港にもいっぱいあるし、あと天栗さんがもう北海道の飯はうまいってずっと言ってるからさ、飯マジでうまい。行ってみたい。もうずっとね、マジな方で北海道ずっと行きたいと思ってる最近。おー、いいねいいね。いや北海道は本当にいいよ、本当にいい。甘栗がずっと言い続けたおかげで、うん、偉いね。なんか俺普通にうるせえなこいつ、また言ってんぜと思ったけど北海道は最高で、私北海道の観光大使目指してるからガチで。北海道に関しては俺もガチで行きたい。おお、いいねいいねいいね、うん、雪もちょっと憧れある。あ、そうなんだ。もう北海道民からしたら雪うざいけどね。じゃあ、うん、次行く。うん、行こう。サンチャンク。じゃあ私の作った建築はこの後ろにあります。予想とかないの？結構2人ともと全然違う場所かもしれない。大阪しか思いつかんの俺も。あー、じゃあもう大ヒント出します。東京です。東京。うん、じゃあタイトルコールしていいですか？どうぞ。甘栗がサンチャンクと行きたいところ、ロサンゼルスです。こちら正解、ロサンゼルスです。こちら。すげえ。いや、ロサンゼルスです。とにかくすごいってことはわかるんだけど、これどこだ？え、いやね、そうなると思ったよ。関西しか米所知らないから、うん、ワンチャンそうなるかなと思った。これあれ、雷門があるとこ浅草。お、正解。浅草です。はい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 、ルザピも分かんなかったんだ。分、はいはい、かった分かった分かったよね。浅草なんだけど、うん、浅草でなんかクジラのね、あの肉とかが食べれるとこがあったりとか、煮込み料理屋さんとかがあって、いい感じの、そういうところでお酒飲みながらなんかフラフラしたいなと。いいね。本当はね、浅草のこの門の奥にスカイツリーとか、あとなんか五重の塔みたいなのも建てたかったんだけど、時間配分完全にミスっちゃって、どっちも建てれなかったっていうところで、うん、でかいけどうまっ。ちょっと大きく作りすぎちゃった。いや、うまいわ。まあでもね、あのメイン自体はちゃんとできたかなっていう、そのサブが作れなかったなっていう心残りあるけど。いや、これよくこんなん作れない1時間で。うまいしか別にないの感想。すごい。いや、浅草行ったことある？ない。ない。ないんだ。一言で表すと、鳩の糞がいっぱい落ちてるところ。鳩の糞がな、落ちてないので限定ですね、これは。鳩の糞表現すればよかった。な感じで浅草を作りました。俺浅草行ったことないから、もうこれが浅草だと思う、うん、ファーストインプレッションだわ。もうまあでも大体イコールよ。すげえ、マジですごい、うまい、うん、ちなみにこれ雷門ではなくて
その奥にあるやつかな。でここに行くまでになんか屋台とかがちょいちょいあるんよ、はい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 、私も1回しか行ったことないから記憶曖昧なんだけど、屋台とかがあって人形焼きとかね、そういうのが食べれますよと。単にうまいですやはり。あざっす。というわけでみんなの行きたい場所ね作ってもらったんだけど、どうだった？行きたいとこあった？自分が作ったの以外に。いや2つも行きたい。普通に全部行きたい。おー、うん、私もねキャンプマジで行きたいな。うん、北海道はもうシンプルに好きだから行きたいしでもキャンプはなんか動画とかで撮って行きたいわ。いやいいね。どうする？ルザピ虫いるよ虫は虫嫌いなんだよね、うん、焼いて食べる意外と一番サバイバル能力高かった行こうぜ普通に。行きたいね本当に、うん、落ち着いたら普通にオフで遊びに行きましょう。うん、はい、お疲れちゃん包む。あの頃私が見上げた空はいつも境界線が強く見えた。たくさんの